こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはデノ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくデノ行きました。続いて前へ行くのはザ・ティンマン、さらにはリフューズ・トゥ・ベンド、4番グラス・エナジー、その後ろ各馬サンタアニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはグラス・エナジー、その隣にブラック・バンク、その外からザ・ティンマン、白の帽子リフューズ・トゥ・ベンド、その後ろからはデノ。この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。では前の方からザ・ティンマ先手を取りました。これに続いてグラスエナジー、赤の帽子ブラックバンク、その後ろすぐ隣にリフューズトゥーベンド、その横にキトンズジョイ、デノ、この馬もこのグループ、すぐ隣にスルーバレイ、すぐ後ろにグレートワイン。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはザ・ティンマ、グラスエナジー、それに続いています。並んで1番リフューズトゥーベンド、ブラックバンク、この馬もこのグループ、デノ、すぐ後ろオレンジの帽子肩のチェスト、いい位置につけました。ピンクの帽子スルーバレイ、その後ろその隣にスパイスアイランド、これに続いてケンタッキーアライブ、すぐ後ろにジョハー、最後方にオレンジビート。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前はザ・ティンマ、ザ・ティンマさらにリードを広げます。2番手はキトンズジョイ、グラスエナジー、3番手肩のチェスト、 B1 です。さあここからどうか。ザ・ティンマ先頭、差はほとんどない。残り 200m、 キトンズジョイ伸びてきた。先頭はキトンズジョイ、キトンズジョイ粘る、スルーバレー迫る、大外から一気にスルーバレー、キトンズジョイ大激戦のゴール前。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ハーフド先頭、一気にトルジャーフェロー、トルジャーフェローかわす、トルジャーフェロー大激戦のゴール前。果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってカルストン大東、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 200m、 ノーブルクライシス伸びてきた。残り 100m、 ノーブルクライシス先頭、2番手はキンランドスワン、先頭はノーブルクライシス、1着でゴールイン。ノーブルクライシス1着、2着にはどうやらキンランドスワン。まずは前哨戦を制しましたノーブルクライシス、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。
マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠の雪の山ロイヤル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました雪の山ロイヤル。これはいいスタートを切りました。ローエングリーン、この馬も好スタートを切りました。平身ジャンプ前に行きそうです。平身ジャンプ競りかけていきました。その外に上天ブレイブ、その外からダイワレーダース、その外に豪快パルサー、キングフィデリア、そのうちに続いています。内からは東海王座、肩のエッジ、この位置です。内からはアクティブバイオ、その隣にアドマイヤグルーヴ、これに続くのがゴーセンステディ、青の帽子ゴースミブライト、その後ろすぐ隣にジアズブライトリー、しんがりからライタクバートラン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度16番肩のエッジ、一気に先頭に立ちました。その外にダイワレーダース、トッププロテクター、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。一番人気の肩のエッジ、現在先団に取り付いています。さあ先頭はダイワレーダース、2番手は肩のエッジ、これは絶好の手応え、肩のエッジいい位置です。先頭を捉えにかかります。ダイワレーダース先頭、差はほとんどありません。2番手は肩のエッジ、先頭を捉えるか、やはり肩のエッジ先頭だ。ここで先頭変わりました。先頭はローエングリーン、残り 200m、 先頭はゼンノロブロイ、残り 100m、 ゼンノロブロイ先頭、ローエングリーン追いすがります。ゼンノロブロイゴールイン、ゼンノロブロイ1着、2着にはどうやらローエングリーン、ゼンノロブロイ天皇賞春秋連覇の偉業達成。今我々の目の前で新たな伝説が誕生しました。
Thank you.
Thank you.
さあいよいよ直線の攻防。先頭はカタロライダー、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 200m、 カタロライダー先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手はアジュディミツオ。カタロライダー1着、カタロライダー完勝。カタロライダー1着、2着はアジュディミツオ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはカタロライダー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは名勝ボーラー。残り 200m、 一気に後続がやってきた。先頭は名勝ボーラー、プレシャスカフェ食らいつく。内から一気にプレシャスカフェ、名勝ボーラー、名勝ボーラー1着、2着にはどうやらプレシャスカフェ、見事に勝ちました。名勝ボーラー肩のキャット敗れました。これは掲示板までです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はアグネスアラン。あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。七夕ブレイド抜けた。アグネスアラン追いすがります。七夕ブレイド、七夕ブレイド1着、2着にはどうやらアグネスアラン。七夕ブレイド見事一番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはダイワエルシエーロ。ダイワエルシエーロ先頭です。引き離しにかかりました。タップダンスシティ、ゼンノロブロイ、もう一伸び。ゼンノロブロイ、ゼンノロブロイ1着、2着にはどうやらタップダンスシティ、ゼンノロブロイ。天皇賞秋ジャパンカップに続き、秋の古馬3冠を完全制覇。Thank you.